それでは今回は世界一100人を同時通訳して分かった最速で結果を出す人の成功哲学について解説していきます。著者の小熊さんは安倍首相、金持ち父さん、貧乏父さんのロバート清崎、世界ナンバーワンコーチのアンソニー・ロビンズ、マーケティングの巨匠のジェイ・エイブラハムなど世界の名だたるリーダーの同時通訳をされている方です。結果が出る人と出ない人の違いは何なのか、その主な理由の一つが成功哲学を学んでいるかどうかです。この動画では ASAP を意識しよう、世界一の3人から学んだこと、世界一の講師アンソニー・ロビンズの成功法則について解説していきます。成功するのに使えるツールがあります。それが ASAP です。最初の A はエイム、目的のことです。自分が何を達成したいのか明確にしてください。何のために勉強するのか、どんな人になりたいのか、どんなライフスタイルを送りたいのか、何のために働いているのか、心から達成したいと思うワクワクした目標を設定してください。そしてそれを鼓舞してくれる憧れの人をぜひ見つけてください。続いて S、 ストラテジー、戦略です。戦略は途中でコロコロ変えると非効率です。最初の段階で本当に目標に合ってるかどうかをよく考える必要があります。そしてこの方法でやると、決めたらやる覚悟が必要です。成果が出るまでは一定期間やり抜くことを意識してください。続いて A、 アクション、行動です。目標設定、戦略作りで満足して行動しなかったら全く意味はないです。目標を立てて戦略を立てたら行動してみてください。続いて P、 プラクティス、実践のことです。目標を立てて戦略を立てて行動した、そうしたら行動を評価しながら PDCA をしっかりと回してみてください。改善、反省するからこそ結果っていうのは出ていくし成長していきます。相手の反応を見たり意見を聞いたりしながら適宜修正をかけていくことを繰り返して自分のスキルを磨いていってください。まずはあなたがやりたいこと、好きなこと、得意なこと、ワクワクすることをノートに書き出してみてください。目標が決まったらそれを実現している人を見つけて、その人がどんな戦略を立ててどんな行動をしているのかしっかりと学んで、それ通りに行動することをお勧めします。続いて世界一の3人から学んだことについて解説していきます。1人目はブライアン・トレイシーです。知ってる方も多いと思います。アメリカで最も著名な講演家、ビジネスコンサルタントの1人です。営業の神様、世界一のコンテンツホルダーと呼ばれている人です。人間が成果を上げるために必要な知識を勉強して、それを世に出していった人です。彼の基本的な考え方は3つにまとめることができます。1つ目は早起きをして自分が極めたい分野の本を毎日30分読むことです。学びなくして成功はなしです。毎日2本 YouTube 図書館の動画を見ている人は30分学んでいるので、彼の考えにひとまず当てはまっています。2つ目、それを10年間続けることで一流になれるってこと。30分の勉強を10年続ける、そうすることによって一流になります。3つ目、頑張ってやるんではなくて楽しくやる、ワクワクして学ぶことです。ブライアン・トレイシーが世界一になったポイントは、言い訳なく最後まで貢献し続ける、10年間以上未だに勉強し続けている、そして勉強っていうのを楽しんでいることです。凡人の人っていうのは毎日早起きができない、毎日30分の勉強ができない、10年続けれない、全てを言い訳にして行動しないとです。毎日30分学ぶ、10年続ける、楽しくやるっていう、この3つを意識してみてください。2人目はジェイ・エイブラハムです。僕もめちゃめちゃ本を昔読みました。ジェイ・エイブラハムは世界一のマーケティングの巨匠です。2000年には全米トップ5のコンサルタントに選ばれています。彼を世界的なマーケティングの巨匠に押し上げたのは世界的ベストセラー、ハイパワーマーケティングです。経営者の方は読んだことがある方も多いと思います。よくおすすめの本で挙げられている本です。ジェイ・エイブラハムの凄さは、一つの業界で成功している手法を他の業界にも展開して成功させてしまうところです。多くの経営者が業界の常識にとらわれていて、目の前で異業種の人が成功したとしてもその成功パターンを取り入れようとしないです。ジェイ・エイブラハムの強みっていうのは柔軟性です。どうしたらそのような発想を持つことができるのか、彼はこう言ってます。すごくシンプルです。毎日違うものを食べろと、毎日違うところに行くことだと、今までと違うものを体験することが柔軟な発想を生むと彼は言っています。毎日違うスーパーに行く、毎日違うコンビニに行く、毎日違うレストランで食事をする、日々できることはたくさんあります。世界一の人たちっていうのはみんな好奇心旺盛で、新しいものにどんどんチャレンジして自分の感性を磨いていっています。あなたも貪欲に新しいことにチャレンジしてみてください。日常でできることはたくさんあります。これをやるだけで柔軟な発想力っていうのを身につけることができます。3人目はシン・リムです。知らない方も多いかもしれないですけど、世界一のトランプマジシャンです。彼が世界一になったポイントは、一つの技を芸術の域にまで極めたことです。凡人の人っていうのは全てに中途半端で、新しいもの
ものにチャレンジして幅を広げようとします。当時トランプマジックの道具はほとんどが日本人によって作られました。しかし日本人は世界一になれなかったです。一つの技を極めたシン・リムが世界一になりました。シン・リム曰く日本人ではなくて自分が世界一になった理由をこう語っています。日本人は練習をしていない、一つのことを極めていないのに次々と新しいマジックを開発している。世界一をもし目指すんであればあれこれ手を出すよりも一つのことを極めるまでやり続けた方がいい、こう言っています。どんな分野でも一つのことをやり抜く人が成功します。苦しみながらやるんではなくて楽しくやってください。最後は世界一のコーチアンソニー・ロビンズの成功法則について解説していきます。人は変わりたいけど変われないってよく言われます。新しいことをやろうとすると脳がやめろと指示してきます。新しいことにチャレンジするときうまくいかなかったら恥ずかしい、失敗したらどうしよう、誰の心にも恐れの感情っていうのがきっとあるはずです。それを叶える方法があります。アンソニー・ロビンズの方法です。それは恐れとダンスするってことです。恐れに立ち向かうんではなくて受け入れて一緒に踊るってことです。そのためにはまず自分の内面と向き合って心のブレーキとなっている恐れをあぶり出す必要があります。あなたは何に怖いのか、マイナスな恐れを全て紙に書き出してみてください。具体的にそれを書く日にちを決めてください。そして自分に正直になってください。始める前に心のブレーキが外れるメリットを想像してみてください。そして心のブレーキが外れないデメリットを両方想像してみてください。心のブレーキが外れないことによる苦しみ続ける人生と心のブレーキが外れて夢が叶ってメリットを得られる人生、どちらがいいか考えてみてください。恐れを全部書き出したら思いっきり取り決戦を引いて全て逆の内容に書き換えてみてください。私は成功できないから私は成功できる、私は英語ができないから私は英語ができる、このように変えることです。そして書き換えたものを目につくところに貼って毎日見て声に出して読み上げて自分の脳に焼き付けてみてください。あなたがやりたいことが決まったらメンターとかモデルを見つけてモデリングすることです。モデリングは最短最速で結果を出すことができる方法です。目標を全て達成している人を見つけてその人と仲良くなってやり方をそのまんま真似してみてください。あと注意点としてはもしやるんであればできると思い込んでやってください。できると思ってやるのとできないと思ってやるのでは全然結果が変わってくるからです。できると思ってやることで知識やスキルもついて結果を早く出すことができます。それではまとめいきます。計画して実行するときは ASAP を意識してください。 A はエイム、目的です。自分が何を達成したいのか、目標を明確にすることです。続いて S、ストラテジーです。戦略を立ててください。戦略と目標が合っているのかしっかりとチェックすることです。この方法でやると決めたらやる覚悟を持って一定期間やり抜いてください。 A はアクションです。戦略に沿って行動を取ることです。続いて P はプラクティス、 PDCA を回してください。計画を立てて実行してどんどん改善をしていく必要があります。まずはあなたがやりたいこと、好きなこと、得意なこと、ワクワクすることを書き出してそれを実現している人をモデリングしてみてください。続いて世界の3人から学んだこと、世界一のコンテンツホルダー、営業の神様、ブライアント・レイシーの3つのポイント。成功するためには毎日30分勉強すること、そしてそれを10年間続けること、頑張るよりも楽しくやる、ワクワク学ぶことです。2人目、ジェイ・エイブラハム、彼からは柔軟性を学んでほしいと思います。毎日違うものを食べる、毎日違うところに行く、今までと違うものを体験することです。そうすることで柔軟な発想を身につけることができます。世界一の人たちっていうのはみんな好奇心旺盛です。新しいものにどんどんチャレンジしていきます。その結果自分の感性を磨いていきます。3人目はシン・リム、一つの技を芸術の域まで極める、この視点を持ってください。中途半端でいろんなことをやらないことです。どんな分野でも一点集中して同じことをやりきる人が一流の人になります。最後は世界一のコーチアンソニー・ロビンズの成功法則についてです。誰の心にも恐れとか不安って必ずあると思います。うまくいかなかったら恥ずかしい、失敗したらどうしよう。アンソニー・ロビンズはこう言ってます。恐れとダンスする、恐れに立ち向かうんではないです、受け入れて一緒に踊ることです。まず自分の内面で心のブレーキとなっている恐れをあぶり出してください。成功できないなどのマイナスの恐れを全て紙に書き出すことです。自分に正直に書くことです。そして心のブレーキが外れるメリットと心のブレーキが外れないデメリット、両方想像してみてください。苦しみ続ける人生とメリットばかりの人生、どっちがいいか考えてみてください。恐れを全部書き出したら思いっきり線を引いて全て逆の内容に書き換えてください。私は成功できないから私は成功できる、そして書き換えたものを毎日目に
につくところに貼って毎日見て声に出して読み上げて自分の脳に焼き付けてください。どうせチャレンジするんであればできると思ってやってほしいと思います。最後に痛みと喜びのレバレッジを考えようっていう話をします。著者の小熊さんは全く英語ができなかったようです。その時に痛みと喜びのレバレッジを考えたようです。英語を学んで通訳をして年収1000万円手に入れる喜びと通訳ができずやりたいことができないまんま人生を終える痛み、これらをレバレッジにして勉強していたようです。あなたもやりたいことをやって夢を叶える喜びとやりたいことを諦めてやりたくないことをずっとやる痛み、この両方をぜひ考えてみてください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録評価ボタンクリックいただければ励みになりますのでぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますのでぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますのでぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。